れに済んだもんは話すのだ。海水浴シーズンに入り、夏休みも間近に迫ってきたから海辺で遊ぶ時の注意事項を共有するのだ。毎年およそ900人がマリンレジャー中に事故に遭い、そのうちの300人が亡くなっている。事故の内訳を見ると、全体の7割が海水浴釣りの最中で発生していて、30歳以下が過半数を占めているのだ。海水浴中の事故内訳を見ると、約6割が本来泳いではいけない場所で泳いでいて発生している。以前の動画でも話したけど、海には離岸流という沖に向かう流れがあって、人間なんて簡単に流されてしまう。ちゃんとした海水浴場には見張りの配置や周囲の監視もあるから、万が一沖に流されたり溺れても助けが来てくれる可能性があるけど、泳いじゃいけない場所には監視もないし、そもそも泳いじゃダメなのは危ないからなのだ。まず泳いで良い場所かどうかを確認するのだ。海のどんな場所が危ないかはこの動画を見るのだ。っていうのは綺麗事で、済んだもんだって。昔は何も考えずに近所の防波堤から飛び込んでいたし、釣りの最中に高波にさらわれて死ぬかと思ったことだってあるのだ。危険だと分かって履いたけど、つい海に入ってしまい事故に遭ってしまった。こんな事例が大量にあるのだ。だから万が一もしも海で流されてしまった時の最善策を共有するのだ。もしも流されてしまったら、パニックにならないで一つだけ思い出してほしいのだ。浮いて待つ。呼吸を確保するために口を上に向けて、何もしないで上を見続けるのだ。パニックになってジタバタもかくと、海水を飲んでしまい確実に死に近づくのだ。力を抜き顎を上げ、手足を広げて、そのまま浮く。これだけで助かる確率はぐっと上がるのだ。実際、行方不明になった海水浴客が19時間後に浮いたまま発見されて助かった事例もあるのだ。まず危ない場所では絶対に泳がない。もし流されたら浮いて待つ。これだけ覚えてほしいのだ。またな。高評価とチャンネル登録を頼むのだ。もっと必死に頼むのだ。もっと頼むのだ。